はい、というわけですね。こちらが四天王に挑むパーティーでございます。それではね、一匹ずつご紹介していきたいと思います。まずこちら、はい、じゃじゃん、デーモンくんでございます。なんとかね、トゲピーからトゲキッスまでね、進化させておいております。ね、天の恵みというね、技の追加効果が出やすいというね、特性を持っておりますですね。空を飛ぶ要因でもあります、うちのね、ルギアに変わる、まあ、ルギアね、今パソコンの中ですやすやしてますけどもね。唯一のね、飛行タイプ持ちということで、格闘タイプがまあ今一つではないんだけど、等倍になるね、うちの貴重な戦力でありますのでね、まあ、このデーモン君にはね、期待しております。一番レベルも高いですしね。ほい、これでね、こちらがナイスガイ、ね、今までエースとしてね、頑張ってきたナイスガイにはね、まあ、ゴツゴツメットの方をね、拾ってきまして、これでね、まあ、なんて言うんでしょうね、最悪指を振るで攻撃技が出なくても、相手が攻撃してくれたことによって、ゴツゴツメットの反動で倒すというね、そういう卑怯な手も考えております。まあね、指を振る以外の技を選択しなければ、一応レギュレーションは守られてるというね、扱いなので、まあ、ね、セーフということで。あとね、まあ、もう冒険中もね、死ぬほど助けられたこの威嚇。この特性は本当助かる。これによってね、もう格闘タイプの攻撃力を下げて、なんとか効果抜群だけど耐えるみたいなね、ことはね、何度もしてきましたんでね、頑張っていただきたいなと。これでデスッチ。まあね、チームのお荷物的ポジションだったんですけど、まあなんやかんやで結構ね、レベルも50まで来たら割と使えるというかね、まあなんといっても HP と特防ですよね。だから特殊受けとしては本当に優秀だなと。ただね、こう指を振りで物理攻撃が出たり、相手が物理攻撃をしてきたりしたらもう何の役にも立たないんでね、もう物理相手にはもう何もしないでいいよって、特殊相手にはもうガンガン行こうぜって感じでね、デスッチにもね、頑張っていただかないとしてんのは勝てないと思います。ほい、エンニクマン、もうね、初期からずっと私のことを支えてくれてね。ちなみに持ち物は食べ残しなんですけども、食べ残しってのはポケモンブラックのこの四天王までの間には手に入らないアイテムなんですよ。で、ね、ところてんくんの方のね、データから、輸入させていただきました。もうね、こうでもしないと勝てないんですよ。まぁ、ちょっと、後で説明するけど、勝てないの。本当に。ちょっと、それまた後で説明するけど。ね。でマジックワードね、攻撃以外ではダメージを受けないっていう。この特性、俺まだあまり理解してません。これはどういう恩恵があるのでしょうか、ちょっとわかんないです。はい、で、暴力。ね。いやー、やっぱ暴力は何と言ってもな、もうこの攻撃の高さだよな。で、また免疫というね、毒状態にならないというね。これも相手によってはなかなか強く出れるんじゃないかな。でね、先制の爪を拾ってきまして、この低い素早さをね、カバーして、もう、先制攻撃でね、こう、踏み潰してやろうって感じですな。はい、でこちらお荷物ね、前回はねゴンベだったんですけども、ゴンベのままじゃ勝てねえってことでね、お荷物をカビゴにしました。ちなみにですね、特性は暴力とは違って炎と氷タイプの技に強いってことでね、まあなかなかそういう受けとしてもね、結構いいんじゃないかと。ただまだレベルが49なんで、ちょっと学習装置の方を持たせてね、戦いながら成長してもらおうってことでね。でだ、このお荷物をねカビゴンに進化させたり、肉まんにね、食べ残しをね、独自のルートで輸入させたりとか、なんでここまで用意周到にしてるかというとですね、実はこの動画を撮る前に、1週間ほど前ですね、四天王の方に挑みまして、初戦の1匹目で、本当に引くぐらいあっさり負けるっていう、まあ、負けるっていうか、まあ、ほぼ負けぐらいの状態で、これもう無理だっつって、もう電源切ったんですけども、指を振るの引きもあまりにも悪かったんですけども、ちょっとね、もうレベル云々っていうか、もうちょっと道具の準備が足りねえなって。これだったら回復アイテムすぐ切れちゃうし、なんか PP も足りなくなるなってことで、ちょっとね、まあレベルもそうなんですけど、道具などをね、ちょっとところてんくんの方から結構輸入して、まあそうでもしないと勝てねえってことでね、まあ、ゴツゴツメットとか先生の爪をね拾ってきまして、まあね、若干卑怯なことはしている、その自覚はあります。ただしね、指を振るだけで
クリアするってこのレギュレーションだけは死んでも守りたいと思います。で、指を振る以外の技は選択しません。ただ本当にできんのかなっていうのが正直今の気持ちです。まあ、なんとか頑張りますので、まあ、最後までねよろしくお願いいたします。はい、どうも改めましてみつみついです。というわけでね、四天王の方挑んでいきたいと思います。よし、行くぞ。一度挑戦を始めたら勝ち抜くか敗北戦まで出られないぞ。知ってるぞ。はい、というわけでいきたいと思います。でですね、もう1週間ほど前ねやった時はね、もうボコボコに負けまして、もう動画として何の見どころもないので、もう動画も残ってないんですけどもね、こちらのねこの左下のとこから挑んだわけですな。ここだけね、だここだけ私ちょっと見てるんですよ。っていうかそもそもキプレイで俺ポケモンブラックなんかここだけ初見じゃなくてすいませんみたいなテンションだけど、俺そもそも初見プレイじゃねえよ、よく考えたら。知ってんだよ、もともと忘れてるだけなんだよ。でね、こういうゴーストチックなねとこなんで、まあゴーストタイプっていうのはまあここまで見たらねわかるわなって、ね、これどういう仕掛けなんだろうって、そういうね現実的に考えたら死ぬほど金かかってんだろうなーっていう感じですわな。というわけでね、このねアイコンではあんまり可愛くなさそうな感じなんですけど、ね、結構可愛いのでご安心くださいませ。というわけでね、もううだうだ言ってないでいきますか。あーもうなんか怖えな、勝てんのかな本当に俺に。行くぞ。その男、瞳に暗き炎をたたえ、ただ一つの正義をなすために自分以外の全てを拒む。今読んだのは私の、あ、そうか小説家か。先ほどの挑戦者を題材にしてみたのですが、なんだか悲しくなっちゃいました。ごめんなさい、挑戦者の方ですよね。ゴーストポケモン使いの視点の式尾、お相手いたします。行くでー。ほらね、結構可愛いでしょ。結構まあ可愛いし、ちょっとなんか近寄りたくない感じでしょ。なんかで4匹、これね他の人には挑んでないか分かんないんだけど、全員4匹なのかな。全員4匹固定だとありがたいんですけど、とにかくこのねこのデスカーンが本当に嫌だったの。こいつにねもう死ぬほどやられて、もうこれ無理だっつってもうそこで諦めちゃったのね。1週間前はこいつが本当に硬いんだよ。だからねもう最初からもう手は抜けねえってことでデーモンで言っております。おら、いけいけデーモン、頼む頼む、マジでマジで本当お願い、マジで頼む。棒なし、これはいいか悪いか、ダメだねこれ。うん、しゃあね。鬼火、おー危ね。このね鬼火がとにかく超厄介。いい小説と同じで戦いの出だしは大事ですね。そうだな、いい小説っていうのはなんか本当に最初の一行でぐっとつかまれるな。でこの鬼火がね超鬱陶しいんですわ。だからねデーモン君にはラブの実を持たせております。もう卑怯とは言う前ね、電撃や、おーしゃいし、いけ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 。さあこいつとにかくね防御も特防も高えからやばいんだよ。あー鬼火来ちゃったか。まあでも一回はラムの実でなんとかできるから、オッケーオッケー。さあ次はないぞ。で鬼火の PP ね、本当にもう鬼火が怖すぎて調べてみたんですけども15みたいなのでね、あと13回打ってきますもう最悪だよ鬼火。鬼火の PP もっと減らしてくれ。電撃波打つねお前すっきゃな電撃波、マジでくんねえかな、マジしろ、しねえか。お、でも鬼火諦めた。で次決めないとこいつはね回復させてくるから。しかもやっぱしてんのって回復回数がすげえ多いのね。なんか3回か4回かしてきたから、おつのどりらー、そっかゴーストか無理か。あでも鬼火やんなくなってきた。なんだろう、一回やけどにしたらもう満足満足、一本満足みたいな。うわ特防下がっちゃったな、これ結構めんどくせえな。でもこれ強めの技ならもう仕留められるか。マジデスカーンをね楽に仕留めてくれたら絶対に愛刀吐く、絶対見ない。だって俺が先生と取ってるから。うわー鬼火打ってくるわな、うわー鬱陶しい。やけどのダメージってね地味にでかいんだよな。でも流れは悪くないから、そこまでいけるいける、ほんとお前ならいけるよ。
ヨガ、のんきかよ。こんな時ヨガしてる場合かよ。OL かよ。攻撃か。あと1回はいける。あと1回いける。そう信じてる、僕は。頼むね、マジで。だからお前、のんきかよ、本当に。ちょっとこれ、交代か、それとも回復か、ちょっと。うわ、ダメ、やけど死んじゃう。あらら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 。肉まんだ。素早さ下げてるから肉まんでも先制取れるはず。頼むね。肉まん、これ一発で決めてあげて。だから、お前らのんきかよ、マジでよ。相手がどういうやつか分かってんのかよ。鬼ビュってこない。良心的。食べ残しもあるっちゅうわけですよな。もう食べ残しもある意味この鬼火対策に持ってると言っても過言ではない。マジで俺デスカーンすげえ嫌いになったもん。あー、アームハンマーって何？アームハンマーって格闘タイプか。そっか、あれか、マッシブーンが使うやつか。ちょっと未来の話で申し訳ないけど、決めろ決めろ決めろ。一枠、まあ、中途半端な攻撃技出して回復されるよりマシだったりはするんだけどな。サイコキネシスと鬼火しか打ってこないな。このコンボが地味に打ってほしい。あ、っていうかあれか、肉まんってあのマジックガードがあるからやけどでダメージ受けねえんだ。あ、最強ポケモンじゃん。お、ボフ頼む、決めてくれ、お願い、変に残さないでくれ、お願いします、よろしくお願いします。よし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 、うますぎる。てかマジックガードってそういうことか。ようやく俺の偏差値12の頭で理解できた。じゃあいいじゃん。まあやけどにデメリットはあるけども、そんなに急いで直す必要もないかなっていう。ゴルーグはね、多分物理系ポケモンだと思うんで、ナイスガイで威嚇プラス5つ目で倒していく。もうリズメリズメでな。うん、この指を振る縛りで大事なのは、いかに指を振る以外の部分でこう相手にアドバンテージを取るかってことで。マジで指を振る縛りで大事なのは指を振る以外の部分。これほんと覚えといてな。もし今後指を振る縛りやる人がいたら、技はもう指を振るしか使えないから、もう天に祈るしかないのよ。だからその分なんちゅうの、自分ができる努力をしていくっていう。呪いか、呪いって俺の HP 削るみたいなやつか。ああ、でもまあ呪いで半分ぐらい削ってくれたっていうのは意外と大きいよな。うん、あ、眠っちゃダメだよ、どうせ君呪われてんだしさ。うわ、どうせならもうちょっと死にそうなタイミングに寝てほしかったな。ただ瓦割りされても5つ目があるから相手にダメージ入るんだよな。あ、でも呪い打ってほしいな。呪い変わらまだ死なないか。ここ絶対、ここ絶対寝てるんだよ、ね、眠るって2ターンだから。ここ回復、うわ、どうしよっかな。回復アイテムそんなにバンバン切っていいのかっていう感じもあるし、一応いっぱい買ってはあるんだけど、呪いがどの程度かっていうあれなのよな。呪いのちょっと強みが、でここで5つ目の反動であれかな、赤くなってあいつ回復しちゃうか。呪いって永続魔法？ちょっとだとしたら鬱陶しいよな。でナイスガイじゃないと厳しいよな正直。お、地震とか持ってんだ。地震は5つ目で返せないから、うわ、地震だったらあいつ、うわ、波乗り使えて、でも指を振る以外は、あー、呪いしまくってる。いや、呪いで相当削られちゃうから、ここで逆に言うと技出しちゃえばあれなんだよね、倒せるんだよな。ラスターパージってどの程度、うわー、全然効かない。これあれだわ、また回復の薬だ。まあ薬を切ったと思うしかない。これもそうするしかない。うわー、砂嵐とか絶対意味ない。意味ないどころか俺にしかデメリットないよな。これあれだ、復活素一応10本だけ買ってあるんで、
まずデーモンだな。デーモンは地震が刺さらないから。回復のせいであと1回か2回だと思うんだよね、せいぜい。岩石砲は、強そうなイメージあるけど、こいつには効かなそう。うわぁ、こいつじゃなかったら相当効いてそう。瓦割りも、等倍だからそこまで。うわぁ、砂嵐は俺にだけ効かないんだよな。あ、岩石砲ってそういうあれなの。うわもう砂嵐邪魔すぎる。マジ味方に敵がいる。リサイクルはどの程度の効果、ラムの実を拾ってきたありがとうね。でも状態上に入れてくるやついんのか今後。青い炎、聞け、青い炎、いけ、やれやれやれ。おしゃ、オッケー。なかなか辛かったなゴルグ。どっかでなんかチームの体勢を立て直す時間が必要だな。シャンデラ、炎タイプ。サイコショックはどうだ、普通くらい、普通だね。うわ大文字ちょっと当ててきます。それいやじゃあもうデーモンが2回目だ死んだのは。いけアロマセラピー、わあ癒される。あナイスガイが目覚ました。おおありがとう。これ味方に効果あるんだ。いや本当。あでも指を振るの PP がねえ。もう4回、まあでも4回全部攻撃出れば神の根牙 OK です。それです。あ全然ダメです。やけどしました。でもラムの実があります。忙しい。ああ威嚇1回入れた方が良かったかな。でも疾病会社さほど効かないだろういくらなんでも。特殊ね、特殊できれば。ああリフレクターでもあれだよな、味方に入るから。よいよい。最近ねあいつは攻撃はそんなにだな。で滅びの、あでも変えてくるんだよな。あの BW は賢いから。だろうな。あっていうか威嚇か。そっかでもシャンデラに入っちゃうからそれって結構もったいない。実はあーリフレクターなくなっちゃった。アーパーくそー。おリフレクターが切れたと思ったら鉄壁が入る。ただあいつ攻撃物理攻撃どっち、あーっと特殊だよね波乗りは。半分弱波乗り地味にダリー。お卵みオスなのに卵産んじったよ。あーでも波乗り1点突破マンだ。逆にやりやすいかも。おーれれれれ、もうバカなんだから最強にバカこいつ。もうデーモンという壁を利用するしかない。こいつはもうただの肉壁とかしたから。マジでやっぱ四天王なんやかんやですげえ苦戦してるな。4匹死んでるもんな。何よりどのぐらい耐えれる。でも特防高いよな暴力。おしよし、いいねいいね。特殊は任せろ。おマジカルリーフ、これ相手水だろいくらなんでも。おお全然効かねえや。相手なんだ防御とかすげえ硬えの。もうちょっと防御硬い系やめてもらえませんかね。こっちそういうの無理なんで。だって技がランダムだから。お目を張る。回復系か。まあまあまあ悪いばっかりではないけど、どっちかでそれなら宿り木とかの方が良かった。先生先生見せてやってくださいよ。自分アイアンテール。うわー効かない。おでもでも防御下がった。いいね。相手でも頑丈そうだもんな。なんか見るからになんか肉が周りについても肉がなんかポンデリングみたいな肉が。
何乗りしかしてこないけど、あと何持ってんだろう。逆に怖くなってきたな、こんな波乗りしか撃ってこない相手って。角でつくはダメだよ。相手はゴーストなんだよ。クラゲに見えるかもしんないけど、ほんと波乗りしか撃ってこない。波乗りの PP15 とかでしょ。なんかそれがなくなった時、彼は何を、彼女か、テクスチャーに、ちょっと知らないのやめて。テクスチャーにって何、ドラゴンタイプになった。お、でドラゴンタイプって水今一つじゃなかったっけな、確か。おー、変えてきた。こいつ、ああもう頭いいね。空手チョップはダメだよ。もうてか初回からやっぱ PP がやばいよね。 PP 回復系はまあそれなりには揃えたけどさ、初回からこれだったら足りない恐れあるよな。ハードプラントは地面技、草技、地面か、どっちも効かないか。あ、効くのね。あ、でもなんかすげえちょっとだけ耐えてる。まだ回復の薬あるかな、あいつ。一応今2回使ってるはずなんだよな。3回4回ぐらい使うかしてんのだし、もうあ、使わない。もう切れたか。じゃちょっとお願い、ちょっとだけ、もうちょんでいいから、ちょんで、あの本当に葉っぱカッターとかでなんかそういうのでいいから頼む。本当相手もとどめ刺してくれって思ってるから、相手のプルンゲルわかんないけど、国防下げられんのちょっとやめてほしいね。鬼火なんでやねん、最後鬼火で倒すっていうある意味すごい畜生な倒し方ですね。シャンデラはうわ、もう本当にポケモンがいないよな。てか指を振るももうねえな。あーてかシャドーボールはちょっとやめてほしいな。特防は下がってんだよ今。うおー、あと1回くらいいけそうな感じがする。お、卵海だしな。ただ PP はもうねえぞ。お前の、おめえさんの PP はもうねえんだ。おめえさんが体力いくら作ったとこでもう肉壁にしかなれねえんだよ。頼む、最後の意地を見せてくれ。おお、聞くねえ。もう肉壁にももうちょっとなれそうにないか。噛みつく、あ、そっか、悪タイプか、当たんないと思った。うわ、もう最後にそういうことします。いいけどね、よくもねえけど。オッケー、勝ったぜ。私、ごめん、ちょっと興奮してちょっとセリフ読んでなかった。あなたグレードをジョジョ第4部みたいなこと言ってますよ。ジョー太郎さん、こいつはグレードですよ。ごめんなさい、まずポケモンに謝らないと。私のせいで辛い思いさせちゃって、いや僕のポケモンが多分辛い思いしたよ。本当にごめんね。ああ、あなたは悪くないです。こうなるのは勝負の常。それを踏まえて、私も四天王してますから。はい、というわけですね。このパートはここまでにしようかなと思います。はいね。諸事情により、最後の挨拶は、まあ、こんな感じですけども。ね。すいません。はい、というわけでね。次もね、四天王戦の続きね、頑張ってやってきますので、よろしくお願いいたします。次回、ポケットモンスターブラック、指を振る縛り。次に戦う四天王は、なんと、指を振る、使いだ、の巻。よろしくどうぞ。では、よろしくお願いいたします。